谷川トムは、日本の政治家、僧侶、俳優。自由民主党所属の衆議院議員、総務大臣政務官、浄土新州本願寺派番特次僧侶。本名は、谷川大衆。父は、参議院議員、大阪府副知事、外務副大臣、自由民主党参議院幹事長等を務めた、谷川修善。兵庫県山ヶ崎市生まれ。政府中学校。 高等学校卒業後、イギリス、アメリカ合衆国への留学を経て、東海大学教養学部国際学科を卒業。学士の学位を取得。1994年より成果である、満徳寺僧侶。1996年に俳優デビューし、映画、ラストサムライへの出演等、2004年まで活動していた。2006年より、父、谷川修善参議院議員秘書。 2011年、大阪大学大学院法学研究科博士前期、家庭を修了。修士の学位を取得。2012年、第46回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で大阪19区から出馬。民主党前職の長安都を上回る票を獲得したものの、日本維新の会新人の丸山実高に敗れ、落選した。2014年、 第47回衆議院議員総選挙に、再び自民党公認で、大阪19区から出馬し、維新の当然職の丸山実高に再び敗れたが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活して、初当選した。2015年6月25日、文化芸術混和会の勉強会に参加した。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、 自民党公認で大阪19区から出馬。日本維新の改善職の丸山実だ高に前回よりも大きく票差をつけられ、敗れたものの比例復活により再選。2020年9月18日、菅義偉内閣で総務大臣政務官。ありがとうございます。